皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2021年10月7日木曜日、今日のスーファの言葉は、幸運がなだれのごとく降り注ぐ、幸運がなだれのごとく降り注ぐ。そして今日の BGM は NHK 心旅する四国80カ所、この中から香川県第88番札所大久保寺の曲をお送りしています。別名永遠の楽しみ、永遠の灯火とも名付けております。お四国を回り終えたその安堵感、さあこれから行くのは当世点でもある高野山に旅立ちます。ぜひこのアルバム、皆さんぜひ音で旅をされてみてはいかがでしょうか。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。